はい、淀川寛平マラソン2013としまして、うん、第一回となるんですけれども、ね、2013年2月3日に淀川河川敷公園で開催いたします来年の2月13日でございます、はい、<laughs> あへんあへんうひや <laughs> 寛平さん挨拶です挨拶ですギャグ披露じゃございません<で>8月に、えー、東北の走ってですね まだまだだ本当に東北は大変な状態ですだからちょっとでも役に立ちたいなと思ってそのまあちょっとその中からでもこう一生懸命支援してそして今この本当にあのこうみんなが「あ本当にマラソンやな」とみんなに思ってもらえるマラソンにしたいなとそう考えておりますのでよろしくお願いします。 本当にたくさんのこのお話題の芸人、タレント、おいてまあそうですね、あの歌手、<お>え歌手の方ももう参加される？えいやえー、じゃないですよえ。えー、って、やそのカンペイさん時々にオファーされてるのか、ねまあ、そうですよね。まあそうですよね。まああのー、そのエグザイルのメンバーの一人でも走ってもらいたい。えエグザイルですか？う,ーんうん、うん、まあね。<laughs> まあ それぐらいみんなが楽しい走りたいなとみんなに思われるようなそのマラソンを作っていきたいなと東北走られてマラソンは一段落っていうようなお話もあったんですけど安部さんこの大会はどれぐらい走られる僕はもう10キロです10キロええ10キロちっちゃい声で10キロって言っ地球一周した人は今10キロって言いましたけどね ですよね。ですよね。いや、違うんですよ。10キロということは参加費が3800円ですね。いっちゃうんですよ。まあまあ、いろいろ僕も訳がありまして、キロそのほかいたぶん走ってる皆さんにいろいろ声をかけたりとか、そうですね、沿道もずっと自転車で走りながら、応援していく、ずっとそういうこともやりたいなと思って。